悔しいけど今も切り替えて。こんばんは。動きが全部可愛かっただってありがとう。こんばんは。カニさんとの対談投げてくるありがとう。最初位置出た時、いや本当にバトル中も頭が血がずっと上ってて熱い戦いでした。ガチすぎて草そう、入り時間も早くてね、もうあの2時間ぐらい暇な時間があったんですけど、もうずっとそわ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 してて、みゆについていってましたそわそわっ子だった。やっぱり七足嬉しい。8期生よく話す子、あやぴょんとかよく話しますね。あやぴょん、あやぴょんよく話す。広がっていきますね。お、キャマかわいいね、ありがとう。プニ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 、はい、消化地点頑張ります。11日の声当選して、おめでとう。こんばんは。聞いてください、出る前にね、坂田とあやぴょんに「ゆなの運あげるわ」って言って握手してたんですよ、ちょうどその2人。そしたらその2人さ、あの予選通過したからゆなもいけるんじゃないかなと期待を持ってたんですけど皆さんしか見てないからみゆちゃん見送りスルーされたの。こんばんは。うん、持ってかれちゃったんか。ちょうどその2人だけ握手しててさあらららら、って感じ。お疲れ様でした、ありがとう。ごめんね、お見送り会入れなくて。こんばんは。髪型かわいい、本当に。他のメンバーに思ったより優しさに感動よってあと出しじゃんけんみたいなこと言っちゃったけど、こんばんは。そう、今日も可愛いの見れて幸せでした。忙しいの大好きなので嬉しいです、あの忙しくてみつあみ大好きだった。もっと活躍できる人になりたい。最後に5か6出てくれてたらね、よかったんですけど、まあまあまあ、そんなことはもう後悔してもしゃあないので、次に前を向きたいと思います。えのね、こんばん、こんばんは。明日も忙しいのかな。えののは常に忙しいです。こんばんは。前しか向かねえ。そうなの、ココナさんの卒業も近づいてて悲しい。ゼッケンの後ろの数字は自分の誕生日です。コチリンさんの対談見てもっと応援したくなったよ、だってありがとう。こんばんは、嬉しいですね。まあファンの皆さんが世界一で大世界
ファンの皆さんが大好きな世界一のアイドルになりたい。こんばんは初見さん。世界一ファンの皆さんが大好きなアイドルことゆななんです。そんなにまで知りがたい来てくれようとしたのありがとう。横顔こんばんは。世界一なさん好き本当に。リアル話しかの分生写真ユナの来てくれなかった。ユナくんの声の可愛さ半端ねえって言ってくれたら本当にありがとうございます。嬉しい。なっちゃんにキュンキュン。次の昼型 NNB さんはどこなんだろう。劇場かな。2日3日ユナの終わってなかったらいろいろ物語が進んでるって言ってくれる。かわいいねだってありがとうございます。桑田くんですか。すごろく見てたユナ姉ちゃん短いかな。本当ですか。ありがとう。わっ昼方イエスシアターやった。大好きなんですよあそこユナ。嬉しい。なんか大好きです。ハチキスはパクパク隊に勧誘してない。まだユナの花の無写真コンビしてありがとう。こんばんは。前髪もう伸びてきたでしょ。どうしましょう。イエスシアターさんの「よく恋なんかノーサンキュー」を踊った覚え思い出。いつも転換の時にさ恋なんかノーサンキューが転換じゃないわ、なんか最新シングル曲を流す時間があるんですけど、そこでそうビブスの色は水色ですよ。チーム B2 だから。投票ボールもう少しください。どういうこと。テスト終わったからもうお休み。一緒なユナと。そうゆり方も10日だからもうすぐですね。頑張ります。ビブス姿可愛かった。あれめっちゃ可愛いよねビブス。めっちゃ好き。煮込みハンバーグいいな。確かに最後にあかりんさんと広がったと広がったやったっけ、ご一緒した気がする。でもさ無理しないでね。ありがとう。そう手袋は自分の好きな色を選べたのでピンクにしました。濃いピンク。ゆなちゃんでいっぱいの1週間最高ですね。髪の毛取ったらね、多分ね、取っちゃっていい？生で見てゆなちゃん可愛すぎましたって嬉しい。ゆな生で見た方が可愛いでしょ。こんばんは。あれ今日あんまり肩ついてない。
ただのボサコになっちゃった。こんばんは。8期生からはユナ先輩、ユナさん、ユナなんでいいよって言ってるんですけど、写真よりも生何倍も可愛いだって嬉しい。お疲れ様です。ユナさん呼びおらへん。ユナさんこんばんは。ほら見ててくて、生で見たらめちゃくちゃ可愛いだって。うなじみたいなんだって。リアル個別お話し会でやったら見れるかもね。クッ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 ク。イケちゃんもユナさんかな。ユナくんもツインテールしたい。久しぶりは久しぶり。ふう。大丈夫。おろしそう。おろしたら大人っぽくなる？大人ユナなに。ずっとロングでもね、ちょっと一回一周昇格したら髪型をいろんな髪型にしてから染めたいな。染めて毛先だけ染めてからグラデーションみたいなのしてからショートカットにもしたいなって。そうなんです。今ギフトが送れないモードにわざとしてて、今ナンバトルっていう戦いをしてて、そのギフト送ってくださるのありがたいというか嬉しいんですけど、その代わり今は投票お願いしますということで、はい、ナンバトルに命を懸けてますので。いいな。収穫すると髪型髪色の自由度が上がるの。はい、そうです、そうなんです。普段はなので壇上1から13位になった方の名前を読んだり、1位の方はカキカキって言って絵を描いたりしてるんですけど、今それを停止中なので、それを知らなくてギフトを投げちゃったりしたら申し訳ないので、今これ投票モードにしてギフトを投げれないようにしてます。ご了承お願いします。ショーティーナの見たい？3秒カメラ目線、1、2、3。
ばんは。公演の後だったらさ、あのくるくるなってるけど、今はくるくるなってないな、三つ編み。前はいろいろ控えてリアル行きましたのでありがとう。こんばんは。ねえ、今日三つ編みの時間が短かったからかな。面白いね、時間によってくるくるとか違うから。こんばんは。リアルおなしが、当たってほしい、当たりますように。会いたい会いたい会いたいな。コアくんと連絡取ってる。最近見れてなかったから見れて嬉しい、ありがとう。ゆなくんは顔の綺麗さと声の可愛さのバランスが素晴らしいわって。うわ、最高の褒め言葉をありがとうね。なくのぷく顔でご飯10杯分ける、本当に？かわいいな、ありがとう。かくん誕生日お祝いした、もちろんもちろん。ツイッターほら、わー、ありがとう、嬉しいです。こんばんはです。こんばんは。今日です、100日目。ちょっとこの配信を12時までにするから越しちゃうけど、アップするの。こんばんは。昨日の千秋楽なんかるがる良かったです、ありがとうございます。仕事してからお仕事忙しい。はい、でもとても楽しかったです。忙しいの大好きだし。うん、今日で言いなさい、彼も、嬉しい、やった、ぴょん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 。リアルお話聞かれたして、今なの生写真ゲットす、嬉しい、ありがとう。そう、忙しいの大好き。ユナナウシ登録して100日すごい、ありがとう。キャッチフレーズ、ユナってなんな、ユナなんな、みんなの夢の中にもユナなん。ありがとうございます。大阪出身19歳、ゆななんこと早川ゆなです。頑張ってね、頑張ります、ありがとう。ございます、クックック。リアル話し会はね、関西と関東がありますので2個あるんですよ。だから来週投票、野球しながらモバイル票たくさんいただきます、ありがとう。何の投票してんの、この投票にはあんま無意味です。ニコニコ。今ユナのお腹がペコペコなんですけど、頑張って手でお腹を押さえて。今日のミシユナのけん玉、
どうだろう。けどね、地味でね、多分ほんまに強いのでいけるかな。こんばんは。お腹空いてきた。腹ペコを蒸しくんだ。今日なんか悲しいことあったの？どうしたの？こんばんは、ゆななさん。ゆななんです。嬉しい。推しになってくれるんですか？嬉しい。おにぎりの告白かと。本当に？リアルお話しか、ゆななしか勝てないか、たくさん歌ってほしいです。リアルで会えますように。リアルでユナと会いたいですよね、皆さん。リアルの方が可愛いかも、可愛いと言われているアイドルこと、早くはユナとリアルで会いたいですよね。ん？ユナナナ、はい、こんにちは。会いたいって言ってくれてる。公園では合ってるけどね、確かに。ねなに夢中って言ってくれてる。もう箱押しやめちゃう。会ってみたいって言ってくれて、遊びに来たよ。こんにちは、世間さん。大声は任せてください。本来話が楽しみだね。はい、今ねリアル個別お話し会って言って3月14日までね申し込みしてるので、4月にねもしかしたらゆななんと会えるかもしれないっていうね抽選券付きなので、はい、それにはもちろん CD もついてますし、ただいま発売している26枚目シングルの、それとですねこの上にも書いてる27枚目自作シングルの選抜投票券もなんとついてます。私はその選抜に入れるように今頑張ってね、皆さんに投票をしてくださいって呼びかけてるんですけど、はい、ぜひ皆さん早川ゆなに投票よろしくお願いします。こんばんは。箱押しやめました。だって嬉しい。こんばんは。これをきっかけに選抜常連メンバーになりたいです。もうなってももちろんショールームは毎日続けます。そしてもういろんなお仕事にチャレンジしたいです。選抜に入ったらグラビアデビューもしたいし、 YouTube とかもいろいろしたい。活動の幅もめっちゃ広がるし。こんばんは。ぜひ。綺麗な眉毛ですね。嬉しい。恥ずかしいですね、眉毛。眉毛褒められるの。こんばんは。ですね、いななんチャンネルはなんかお部屋紹介とかもしたいしね、もういろいろ紹介したい。早く地上波デビューもしたいです。あと選抜に入ってミュージックビデオにもまだ乗ったことないので乗りたいですね。
世間さんこんにちは。顔がタイプです。だって嬉しいです。ありがとうございます。なんかテレビ出たら友達に、はい、自慢してください、私が押し上げましたって言って。はい、今はね研究生なんですけど、もう絶対絶対いつか NNB のセンターになっててっぺん取るので、その時は皆さんもう自慢してください、私研究生から押してるんですよって言って、私が押し上げましたって言って。ニナの可愛い上にアイドル活動に対してまっすぐな誠実なところが好きだって。嬉しいです。はい、そうなんですよ。あのほんまに集中するとそれしか見えなくて、なのでいつも趣味とかマイブームに書く欄をちょっとめっちゃ考えないといけないんですけど、いやほんまにちょっと NNB の活動しかしてることがなさすぎて、ちょっとやけどバラエティとかでも頑張っていきたいので、頑張って今趣味を増やそうと努力してます。寝る前のルーティン、そうですね、あの姿勢をあのよくスマホとか触ってると丸まっちゃうので、こうやって後ろになんかあのストレッチとかしてますね寝る前。どんな趣味、なんかさ本当にあのこの語れるものを欲しいなと思って、例えばアニメとかだったらめっちゃ詳しいってすごいじゃないですか。そういうなんかなんだろう、特化できるもの、特技になっちゃうのかな、なんかを作りたいですね。マージャンネナナのお席でやってる、ありがとう。今日も品欲に目立つとしてたし、実際面白かった、だって嬉しいです。こんばんは、絶対叶えてって言ってくれてる、ありがとうございます。そうですね、ギターもやってますよ。貪欲って呼んだ、なんなんグラビアのお仕事はって言ってる。すごろくでいなくギャルでもいけると思う。え、そんなギャルっぽいことしましたっけ。ピアノ弾けます、ピアノとギター弾けます。実はピアノは習ってたので、ギターはそんな上手くないんですけど、ピアノは普通に弾けますよ。イエナンがグラビアデビューってとりあえず10冊は買うだって、ありがとう。イナさん輝いてましたっけ、本当に。もうあの悔しくて負のオーラが多かったかもしれないんですけど、レクトーンは弾けません。ピンカイからの何だったっけ、チョリースだったっけ、
わあ、あと5分しかない、あっという間だ。悔しいパワーを前に進む力にするような情けをしました、ありがとうございます。ヨナさんしか見てなかったので輝いてました、ありがとう。終わったらお風呂、うん、なっちゃん可愛くて寝れない、寝てください、ちゃんと睡眠は大事ですのでね。今日夢に出てきた。花粉症大丈夫です。大丈夫ですか？花粉症の皆さん、皆さんというか花粉症の方。寝る前のゆなくんの配信ホワッとする？バイバイ、おやすみ、おやすみなさい。ゆっくり休んでくださいね。ゆなくんも眠々になりながらお風呂入って TikTok あげて寝たいと思います。もうラブレターは送信したので最後の祝助タイム、はい、開けます。前髪ちょっと伸びたよね。寝落ちしないように、はい、気をつけます。キューナさん見れてよかった、ありがとう。今週末のお話し会から少し枚数増えるし話題考えて、わ、楽しみにしてますね。かわいい、ありがとう。後でツイートしてくれるの？こんにちは、ワクワクねえ、楽しみお話し会ありがとうございました。遅くなっちゃったけどショールーム配信最後まで見てくれてやな大好き、ありがとう。パクパク、では皆さんおやすみなさい。まだ時間あるかな、時計が長いからさ。今日も試験加速しまいって本当？少しでもゆっくり休みますよね、ありがとう。ああと1分あるわ、はい、明日も皆さんお仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで、お仕事の方、学生の方、学校頑張ってくださいね。おやすみなさい。嫌なことあったけ癒されてよかった、おやすみ。嫌なのおかげでよく眠れそう、ありがとう。毎日浄化される嬉しい、ありがとう。クッククック、バイバイ、おやすみなさい。いい夢見てくださいね。おやすみ、バイバイ。おやすみなさい。またね。